さん、今大阪市議会で、議決をされようとされております。特に大阪市民の皆さんにとっては、そんなんなってたん、いや知らんかったわという条例が、今私たちこの大阪市内、そして大阪市内ではないけれども、今回これは住民の民主主義に本当に関する問題だということで声を上げてきた仲間の皆さんと一緒に、今日この大阪市議会で絶対にこれ採決成立をさせないでほしい、いわゆる大阪市乗っ取り計画というべき、この大阪府市一元化条例、これに反対の声を上げて今日はここに集まっています。去年の11月、何かもう今桜が咲いてる季節になって、去年の11月が遠い日のような気がするんですけれども、去年の11月にこのコロナが蔓延する中で、これするのはどうなんって言われてる中で、去年11月住民投票を行われたことを皆さん覚えておられると思います。その中で大阪市はもう廃止をする、ずっと維新の会が言ってきた大阪都構想、これを実現するということで住民投票しましたけれども、これ本当に今日皆さんにこのお配りしておりますチラシね、これ実に61万枚作ったんです。この61万枚チラシを作ったこのお金はどこから来たのか、これ本当にここに集まっている一人一人の市民の皆さんが、これは私たちの問題や、年金暮らしやけども3000円だったら出せるよ、私は思い切って今回3万円出す、私は5000円、私は1000円、そんな一人一人の皆さんがお金を出し合って、お金足りるかな、チラシもっと巻きたいけどお金足らへんな言うてると、市民からの寒波が集まって、それ作れということで61万枚これ巻いたんです。私生野区で暮らしてるんですけど、生野区では全区でこのポスティングが実現しました。これ市民の皆さんがね、本当にお仕事帰りに夜遅く、それこそ12時からそーっと音がしないようにポストに入れていく、朝早く起きて配る、そんな涙ぐましい努力をしてこれポスティングが実現したんですね。じゃあなんで市民の皆さんがそんな風に一生懸命なったんでしょうか。これ去年の11月に、これ当初はね、皆さん覚えてます、大阪市の広報、大阪府の広報、どちらもどうでしたか。大阪市を廃止したらええことあるで、大阪市が廃止したらこれからいいことあるよ、そんなことしか書いてない。そしてコロナだからといって住民の説明会は本当に前回と比べて少ない、そんな中でもうこれは実現するわ、住民投票は圧倒的に向こうが勝つわ、それ言われたのが去年、なんでこの絶対勝つと言われていた大阪都構想の構想が破れたのか、それは今日ここに立っている市民の皆さんお一人お一人の力です。去年11月に僅差でしたけれども、これが勝ったのは、私も去年の11月の1日投票日、投票所の前、生野区で三幸森小学校の前でもう9時過ぎまで立ちました。その時に本当に通りがかった市民の皆さんが、私が持っている反対のこのカードを見ながら、姉ちゃん頑張ってるな、そして一人の男の方は私に言いました、先日な、天王寺の駅のとこであんたみたいなボランティアの人がな、今日は会社休みました、このチラシは私のお金作りましたって言ってな、チラシを巻いてるねんと、そんな人があちこちでおったでと、そんなバラ色の未来、大阪市をなくしたらええねんということに対して、やっぱりこれ違うやん、そう思った市民の皆さんの疑問の声、そして立ち上がった声で、去年の11月の住民投票は、大阪都構想はもういらん、大阪市はなくさないというはっきりした民意が現れました。どうでしたか、あの直後吉村知事テレビに出て涙目になって、この大阪都構想を破れたということをはっきり認めたのに、その下の根も乾かないうちに、大阪市は残すけど、言うたらその時言った大阪市の権限、財源をこれからはなくして、大阪府がこれから都市計画や
大型計画をすることをすることに任せていく。それを結局条例でやろう。市民の声では負けたけど、議会では自分たちの方が多数だから。大阪府議会はこの大阪維新の会が過半数を取っている中で、府議会ではこれが可決をされてしまいました。でも大阪市議会は維新の会が過半数ではありません。今回私たち市民の中で頑張ったのは、このポスティングと同時に公明党の議員の人たちに対して勝って、この住民投票1回目があったとき、一緒になって戦ったのは公明党の皆さんでした。地区の中で私も公明党さんの議員から何度となくこんな形で大阪市を壊すことはあかんでということを私もお聞きしました。それがなぜこの手のひらを返したようになるのか。そして去年の11月にこの奇跡だと言われた逆転があった中の市民の意思をもっと信じてください。この今池田市でこの富田市長、この維新の市長、この維新の足立国会議員の秘書だった方ですね、この方のこのいわゆる恫喝、市のいわゆる自分たちを私物化する、この問題、今朝も新聞でテレビで報道されてました。こうした維新の会が公明党さんに対して、あんたらな、維新の言うこと聞けへんかったら国政選挙で見てみ、維新の持ってる票からしたらあんたらんとこの選挙区に維新の候補者立てるで、そしたら公明党の議員はもうなくなるでという脅しに対して、公明党の人たちがこれに対して賛成してしまう。それを見たら市民の皆さんは本当に国政選挙でもっと市民の力を信じてください。今回大阪市議会で公明党さんが賛成をすることはやめてください。こうした訴えを一生懸命この各自分の住んでる選挙区でファックスをしたり電話をしたりメールをしたり、いろんな声を届けてきました。ぜひ皆さん、このご通行所の皆さんで大阪市民の皆さんは、今大阪市議会でこれから私たちの持っている大阪市の権限、財源がこれからは大阪府に渡されてしまう。そして大阪府がそれで何をするのかといえば、カジノと万博、もうコロナ禍の中でインバウンドのお客さんがもう来ない、そしてオリンピックも海外からのお客さんは来ない、その中で皆さんカジノの計画を進めたら、大阪市に残るのは山のような借金だけです。そしてその借金作って残った建物の負担は私たちにかかってきます。ぜひ皆さん、何してるんかようわからへんな、でもこれから私たち大阪市の市民の財産、お財布、お金、そして自分たちで何か物事を決めていく力、これが今大阪市議会のこの条例が通ってしまったら、これ本当に去年の11月血のにじむような思いをして大阪市は残す、これから自分たちのことは自分たちで決めると決めたことがひっくり返ってしまいます。ぜひ皆さん、このことについて知っていただきたいと思います。そして市民の上代で作ったこのチラシ、どうぞ、皆さん撮っていただけたらというふうに思います。ちょっと風が強くて失礼しました。それでは皆さん、今日各団体の方が集まっていただいてますので、順次アピールをいただきたいと思います。まず社民党の副代表の大塚清子さんから教えていただきます。皆さんこんにちは。どうも皆さん、ちょっと申し訳ないんですけれども、もうちょっと前ににじり合って、いただけたら市民の皆さんにしっかりとしたアピールができるんじゃないかなというふうに思います。どうぞ目の前を通る、方々にまた大阪市はなくなるかもしれないぞと、訴えていただけたらと思います。どうぞ前の方に出てアピールをお願いします。皆さんこんにちは。私たちは府市一体から都構想と同じ大阪市乗っ取り計画ということで、この今大阪市議会の中で
議論をされている広域一元化条例反対ということで今日集まらせていただいております。本日2時より議会が開かれます。そこでこの広域一元化条例について議論が行われます。この3月中に可決をしようという目論みです。この広域一元化条例中身は昨年11月1日に行われた政令指定市大阪市の廃止、いわゆる都構想、それの代案としてこの広域一元化条例が出されました。昨年の11月1日、100億円ですかね、約100億円のお金を使って住民投票を行いました。しかも2度目の住民投票です。政令指定市大阪市を廃止するか否か、私たちは2度目の住民投票でもノーという、結論を出しました。政令指定市大阪市はなくさない。政令指定市だからこそ持っている大阪市の豊かな財源、そして権限を維持しながら、これからも大阪市の政治を作っていく、まちづくりをしていく、そのことを私たちは希望しました。彼らは民意民意と言いますが、自分たちが負けた時はその民意を尊重しません。約 50% の人たちがこの大阪市廃止に賛成していたか、いたじゃないかということで、今回の代案を出してきました。公明党が今回賛成すれば、都構想の代案であるこの広域一元化条例可決されてしまいます。私たちはこの間、公明党の議員の方々に賛成するなと、民意を尊重しろというふうに訴えてきました。けれども公明党の議員の皆さん、今日どのような結論を出すんでしょうか。市民に寄り添うのではなく維新に寄り添うんでしょうか。市民ではなく維新に寄り添う公明党、私たちはこの公明党、とりわけ公明党に対してきちんと反対の声を上げてほしい、民意を尊重してほしい、大阪市をなくしたいという決断を出した、住民投票によって大阪市を残すという決断をした私たちの民意を尊重してくれと訴えましょう。大阪維新の会は本当にさまざまな不祥事を起こしています。皆さん、今日のモーニングショー見たでしょうか。池田市の富田市長、庁舎の中に家庭用サウナを入れ、ガスコンロを置き、そして職員に対して凄まじいパワハラを行っていました。彼は離党したけれども、大阪維新の会の議員です。このように大阪だけでなく全国にいる維新の議員の皆さん、さまざまな不祥事を起こしています。そして今回この大阪市では都構想の住民投票で決
緒に声を上げてください。ちょっとマイクの調子悪いね。変えます。ああ聞こえますか。え、ああこれもやな。住民投票の原理というのはそんなもんですか。
100万票の差があろうと、1票の差であろうと、勝ちは勝ち、負けは負けです。そういった基本的な地方自治、選挙制度の権利もわからない人間たちが今、大阪府、大阪市を牛耳ってるわけです。私たち労働運動はこれまでもこれからもやはりこの大阪の地で、とりわけ非正規労働者、あるいは女性、マイノリティといった本当に生活の押し引きにしがれ打ちのめされている、そういった人々と強く手を結びながら、この公益一元化条例、不死一元化条例、たとえ今日大阪市議会が採決を強行しようとも、しかし絶対それはまたひっくり返してやるんだという、そういう意気込みでこれからも戦っていきたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして、この間ずっと街角で市民の立場からアピールをしながら一元化条例に対して反対をして、今大阪市内各区に今ここで皆さん配布していただいてます。チラシ今日まで61万枚もう残っているのは、ここにある500枚ほどです。60万、1万枚巻き切りました。平野区とか、あるいは港区とか、生野区、安倍野区、こうした地域では全校廃を貫徹したというニュースも聞いています。61万枚巻き切りました。市民の皆さんの力なんです。ちょっと代表して長島さんの方からちょっと訴えを、アピールをお願いします。持ち寄って今お配りしている緑色のパンフレットを作り、またカンパを持ち寄って61万枚のチラシを配布してきました。それぞれ自分ができることをやってきました。ポスティング、それから凱旋、そして陳情書提出、それから議員への面談、陳情行動、それから電話での陳情活動などなど、それぞれ市民が自分のできることをやって今日までやってきました。昨日常任委員会で採択され、今日本会議で採択されようとしています。しかし私たちは今まで何もやったことがない人たちが集まって、このこういう運動を経験したこと、それから運動する仲間ができたこと、これはすごく大きな勝利だったと思います。皆さん、一元化法案って何ってわからない方が多いと思います。一元化法案は都構想と同じです。大阪市の財源と権限を吸い取って大阪府へ持っていく条例です。都構想が否決されたのに、なんで同じことをしているのって住民の方は思うと思います。大阪府にはお金がありません。そこで大阪市の財源を使って夢島開発、 IR、 カジノなどの大型開発をしようというのがこの一元化条例です。そしてこれらの都市計画、まちづくりに大阪市が口を出せなくなります。
大阪市は口は出すな、しかしお金は出せというのがこの一元化条例なのです。まさに大阪市の財源と権限を大阪府に吸い取る乗っ取り条例です。昨年の11月1日コロナが猛威を振るう中、不安な気持ちで投票所に足を運ばれた方も多いと思います。その住民投票の結果を維新と公明党は踏みにじろうとしています。これは民主主義ではありません。この10年間の間に100億円のお金と人手をかけて2回も住民投票が行われ、そして2回とも否決されたのです。そしてそれが踏みにじられようとしています。維新は投票は究極の民主主義と言ってきましたが、結局負けても勝つまでじゃんけんで繰り返すのです。これは民主主義ではありません。直接の民主主義の住民投票の結果を議会の力でねじ伏せる、こんなことが日本であっていいのでしょうか。維新のやっていることは全く民主主義に逆行することです。維新は市議会で過半数を取っていません。そこで公明党に脅しをかけ、公明党に賛成に回らせました。公明党も姑息な修正で党利党役で賛成に回りました。本当に大阪市民のことを考えるのではなく、自分の党の利益しか考えていません。しかし公明党の修正を見ても、大阪市の財源と権限が大阪府に吸い取れることには何ら変わりはありません。公明党は賛成するためのポーズをとっているに過ぎません。この条例は規約は一度決められると両議会の議決がないと変更したり廃止したりができません。不平等条約です。大阪市が自分たちに都合のいいように街づくりをしたり、お金を出すのは嫌やと言っても通らなくなります。また事業者は大阪府と大阪市両方に手続きをしなければならなくなり、かえって負担がかかるようになります。何もこの一元化条例を通す必要はありません。今コロナ第4波が来ているとも言われています。コロナでは死亡者が一番多かったのが大阪でした。維新は二重行政解消といって大阪市民の身を切ってきました。今はコロナ対策に集中するべきです。皆さん一元化条例に反対していきましょう。今日議決されても撤回しましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。次にですね、昨年度我々大阪都構想、大阪市を廃止するというこの構想に対して住民投票で戦いました。そして議決をできました。ところが皆さん、大阪維新の会あるいは広報で大阪市大阪府が配布したチラシ、半分以上でたらめの構想を掲げて市民を騙すようなチラシを配布していました。これに対して市民の側から、あるいは全くのごまかしの目だといって訴訟が始まっています。この訴訟の代表であります、代表というか合同で裁判闘争を戦っている川崎さんの方からね、一言アピールいただきます。大阪市役所前ご通行中の皆様、私は、今都構想のパンフレット訴訟の原告になっております川澄と申します。私は昨年末から、この市役所の前で市民相談に参加してきました。その中で、どういう相談が多かったかというと、飲食店などの人で、急にコロナで仕事がなくなって首を切られた。それから、ホステスさん、私個人的に受けましたけど、ホステスさんがコロナ禍で、急にやっぱり仕事がなくなってしまったと。で、彼女たちは
フリーランスに入るので保証が一切ないと放り出されてしまっていると、そういう状況。それから、飲食店じゃなくて飲食店に卸している 酒屋さん、それから花屋さんなど、そういうところが全く保証が受けれてない。美容院もそうです。でそういう人たち本当に困ってます。それから百貨店の中に入ってる、ブースで入ってるお店、そういうところも全く保証が受けられてないという状況です。京都の方ではもう飲食店が本当に軒並み潰れていると、そういう状況も起こってます。そういうことの中で去年の11月に、都構想の住民投票を強行した維新、こういうものを私たちは絶対許すことはできません。維新が、このような政策を、ご了承してきたためにどれだけの人が苦しんでるんでしょうか。飲食店、それから、自営業の人たち、フリーランスの人たち、非正規労働者の人たち、それからシングルマザーの人たち、みんな保障が受けられなくて生活に困ってます。そんな中でなぜこんなにご利用しして都構想をやる必要があったんでしょうか。しかもその都構想のために、行われた、この、広報作業、その中で作られたパンフレット、皆さんこれ見たことあるでしょうか。大阪の成長戦略としてリニアやカジノ、万博が入ってます。しかしこのリニアモーターカーは今大阪に来ることは確実ではありません。そういう確実でないものを成長戦略としてパンフレットに入れることは全く違法です。そして、大阪市は二重行政の解消という言葉を使ってますが、この二重行政の定義もきちんとなされておらず、松井市長は二重行政とは何かということを議会で問われると二転三転して全くきちんとした答えが出されていませんでした。この根本となる二重行政が全く定義されていないのに、それを解消するための都構想をご利用することは全く無意味です。そしてその前に本当に困っている人たちに、このパンフレットで使われた約110億のお金をまくべきだったんじゃないでしょうか。その110億があれば困った飲食店、それから自営業の人たち、非正規の人たち、どれだけ生き延びることができたんでしょうか。大阪では母子が餓死するという事件も起きています。そして今行政には相談の電話が本当にたくさん入っているそうです。また南の飲食店やそういうところでは協力金が全然もらえてない、申請したのにまだもらえてないっていう人がいっぱいいます。大阪市はこの協力金 10% も配っていません。今一元化条例を通す前にこの人たちに先にお金を配ってください。そして都構想のパンフレットに使った110億のお金をちゃんと大阪市に戻してコロナ対策に使ってください。私たちはこの都構想パンフレットに使われた110億を大阪市にきちんと返還し、きちんと使ってもらうように今訴訟を起こしています。そしてこのパンフレットが、賛成派に誘導するような内容に偏っていたんじゃないかということも指摘していきます。これは、行政というのは、公平に公正に全ての市民に対して奉仕する精神を持って仕事をするということが地方公務員法に定められている、そのことを根拠としています。私たちは全ての人がきちんと生きられる世の中を作る、そのためにこの訴訟を戦っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、それぞれ立ち入りいただきます。これ公益行政一元化条例、これは単に大阪市の財源を奪うということだけじゃなくて、先日24日大阪府議会でも
強引に公明党を巻き込んで議決をしてしまいました。これは大阪府全体の大きな問題であります。大阪府の立場から大阪市内に入って都構想もいろいろ支援をいただきました。豊中を中心に国政を中心に頑張っていただいた松岡さんの方からアピールいただきます。ご通行中の市民の皆さん、こんにちは。お集まりいただきました市民の皆さん、大変ご苦労様です。紹介をいただきました市民連合北摂の松岡といいます。先ほど支援というお話がありましたけれども、私たちは決してその支援というつもりでやってたわけではありません。大阪府民自らの問題として住民投票、そして今回の府市一元化の問題を、まあ、我がことのように、考えて取り組んできました。住民投票の時は北摂から延べ300名の市民が、参加をして運動してまいりました。そしてこの府市一元化条例についてはですね、この間5回のポスティング約2万枚を東淀川中心に配布をしてきました。で、今日は、この大阪市議会でいよいよこう議決がされようというふうなことになっているようですけれども、はっきり言ってもとんでもないことだと思います。こんなこと、こんなやり方が許されてええんやろか、皆さんそう思いませんか。2度の住民投票で民意は示されてます。大阪市の自治を守って、そして大阪市を発展させていくということ、これが民意だったんじゃなかったでしょうか。絶対にこんなやり方おかしい。そして皆さん、府市一元化条例のね、あのパブリックコメントということで募集ありましたよね。これ本来30日必要なんですよ、パブリックコメントは。ところが今回の条例案出てから4日後で締め切ってるんですよ。これね、行政法、行政手続き法にも違反するやり方ですよ。こんなこと、こんなやり方なんでやれと、こんなほんまご利用しのやり方、絶対に許すことはできないと思います。どうでしょうか。それでね、あの修正修正って言ってるでしょ、ね、24日に、公明党が賛成して通りましたよね。で修正言ってその、公明党の偉いさん の, あの記者会見やったかなんか聞いてたんですよ。ほんならね、 100% 満額回答出たそうですよ、公明党の。 100% 満額だそうですよ。どう思いますか。 100% 満額言ったら条例撤回しかないじゃないですか。何が 100%。 それでね、まあほんまに理解できへんのは、対等に府市が協議するというのは当たり前の話でね、今更言うわけもない話なんですけどね、何が対等やねんって話。私たちが一番対等を求めるのは府議会、市議会と、そして福祉と推進会議の関係が対等でないから怒ってるんです。勝手に推進会議で決めたことが議会と関係ないところで一人歩きする、どこが平等なんや。おかしいちゃいますか。こんな条例、運搬門の条例と言わなければならないと思いますよ。その通り。これでね、またこれおかしな話なんですけどね、あの完全にね、地方分権に逆行してますよね。そうで、あの都構想の住民投票終わってからね、二重行政解消のためにね、一元化やるなんてこと言い出してますけどね、これどうなんでしょうか。二重行政解消言うてね、もし問題ある二重行政やったら、大阪府と大阪市がしっかり話し合って協議して調整したらいいだけのことでしょ。なんでこんな条例作らなあかんのですか。ほいでね、もしダブってくところがあったら大阪市に任せたらいいんですよ。うん、大阪府が吸い上げる必要ないんですよ。全部大阪市に任せたらいいわけでしょ。ほんで大阪府は本来やらなあかんことをやったらいい。それは大阪市以外の広域の、市町村の言うたらきちっとした、町づくり、そしてまあ経済、そういうことにしっかり目配り気配りするのが大阪府の役割とちゃうんか、そういうふうに言いたいと思うんですね。だから今回どんな理屈つけてやろうとしてますけどね、やっぱりこれ許しておったらあかんと思います。で、いよいよ、まあ、今日どうなるか、おそらく
強行されるやろうけれどもね、私たちは絶対に諦めない。これこんだけデタラメな条例やからボロ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 次ボロが出てくると思いますよ。今後はやっぱり条例をやっぱりなくしていく、撤回させていくという取り組み、やっぱりそのスタートの取り組みにやっぱりしていく必要があると思うんです。皆さん最後までね、一緒に頑張って力を合わせて、やっていきましょう。ありがとうございます。それは皆さん7時まで頑張ります。2時からですね、本会議が始まる予定なんですけども、紹介だけしておきます。24日に都議会で反対したけれども通ってしまった議会議員の野々村さんです。アピールいただきたいんです。ちょっと議員の立場ですから紹介だけにしておきます。皆さん、一元化条例を中心にお話をしてますけども、今日大阪市の予算も議決をされます。皆さんご存知でしょうか。万博夢洲の開発に約大阪市が2000億円以上出すんです。2025年まで夢洲開発に1000億、インフラ整備に1000億、地下鉄に600億円投入するんです。これらの予備費として今設計費用とか今年度予算、来年度予算ですね、99億円計上しています。これが通ってしまったらずっと万博のために2000億2500億円の大阪市民の税金が奪われてしまうんです。この予算にも十分注目をしなければいけません。一元化条例というのは大阪府には今財政調整基金がもう減額されて使い切ってあんまりありません。大阪市には1200億円ぐらい残ってるんです。今年度末でも1300億円、これ使わないんです。コロナにこんなに大変な時でも使ってないんです。使おうとしないんです。万博大型開発のために残しとるんです。一元化条例はこの1200億円300億円の財政調整基金を大阪府に差し上げるんですよね。こんなバカなことがありますか。地下鉄で540億円延伸、夢洲まで地下鉄を伸ばします。万博で2800万人半年で来ると言ってます。実際来るかどうか分かりません。しかし試算では呼ぼうとしてる。1日最大時28万人、その 40% を地下鉄で運ぶと言ってます。12万人8時時点が集中するから中央線を増圧する。増圧するのに60億円かけます。でたらめなんですよね。ほんでね、540億円投入し、地下鉄のね増量のために60億円投入し、で半年で万博終わってしまうんですよ。そうしたら夢洲もぬけの殻、 IR カジノ、これは絶対認められませんけども、彼らは IR カジノを誘致して年間1500万人を誘致すると言ってます。この構想がずっとずれて、もう外国資本は撤退しました。見通しゼロです。それで今度の基本方針変えて、今年2020年代の後半まで誘致を伸ばす。2025年に万博終わって、2030年に IR の施設を10万平米から2万平米に落とすんです。お客さん来ないんですよ。少なくとも来たとしても5年間夢洲は物流業者だけの土地になるんです。地下鉄利用しません。万博終わったら600億円かけた地下鉄はもう廃線なんですよ。
こんなデタラメなね予算を大阪も大阪市も遂行してます。これが一元化条例の中身なんです。絶対に嘘ことはできません。頑張って頑張って我々は今日もし議決をされたとしても次に大阪も大阪市で推進本部会議で決めて規約を作ります。それぞれの事業になにわ筋線を作る、なしのやなにわ筋線、今ね万博のために地下鉄を通ってます。なにわ筋線違います、ごめんなさい、淀川左岸線です。1100億円の予算が700億円地下を掘ったらデタラメな土地でね700億円オーバーするんです。そして今度御堂筋から門真ジャンクションまで第3工事で伸ばす計画なんです。これは当時ね大阪市は地下通りますからね、新御堂から地下掘って一番深いとこ掘って地下道を作るんですよ。大阪市に乗らないんですよね。何の利益もないから大阪市はそんなもん作る必要ないって反対取ったんです。ところが維新が両方の知事市長を獲得したらこれを復活させたんです。これ3000億4000億かかるんです。この資金を大阪市から、大阪市はそんなとこに資金出せないといった従来の計画を一元化条例で奪い取ろうとしてるんです。こういうことが市民に全く公表されていません。とてつもない一元化条例のこれから始まる各事業の契約なんですよね。大阪府議会でも市議会でも本当に監視体制を強めて絶対無茶な金を使わせないで、規約を決めたらですね、皆さん一方で封としてね規約を決める、そしたら一方的に廃棄できないんです。事務組合の規定はね、私あんまり詳しく知りませんけども、一方がもうここの事務組合、ごみ処理のやつは単独でやるから事務組合抜けますと言ったら抜けれるんです。今度の広域基準化条例で事業ごとに規約を作ったら大阪市はこんな金かかるんやったらね抜けますということはできないんです。これはできないと言ってはっきりこの間のね財政総務委員会で明言しました。地方自治法にそう書いてあるらしい、抜けることはできない。そうすると永久に絞り取られるんです。大阪市が全くと構想、大阪市がなくなる構想と一緒なんです。とてつもない条約、あるいは今度予定される各個々の事業、当面7つと言ってますけどね、7つは皆さん一番大型かいやつに金のかかる事業なんですよ。介護事業とか福祉事業はここから外すと言ってます。介護事業やら福祉事業、実際に金のかかるお金儲けなら大阪市から言わせたです。そういうやつは大阪市でやってくれ。大型開発のために大資本のために奉仕するやつについては一元化条例で規約を作ります。これが一元化条例の本質だと思います。絶対に通すことはできません。1時から向こうで蓮舫さんがやってますね、共同でねアピール時間、スプレーコールをやりますけども、その前に蓮舫の山川さんの方からアピールいただきます。どうも皆さんお疲れ様です、山川と申します。今日はお子さんと一緒にやろうということで、向こうの人通りが非常に多いから向こうの方でやってくれっていうことで一緒になって、途中声が大きすぎてすいません、こっちの方潰しちゃったみたいで。さて市役所で働いておられる皆さん、そして市民の皆さん、今日大阪市会で広域行政一元化条例、こんな条例案が議決されるとしておりますけれども、今日ここに多くの市民団体や労働組合や個人が集まってこれに反対の声を上げています。皆さん
先日ですね、カジノに反対する大阪の懇談会が団体協議を IR 推進局と持ちました。馬場さんや私もそこで参加したんですけれども、もうめちゃくちゃだと言わなければなりません。だってそうでしょ、このカジノ大阪へ持ってくれば成長するぞと松井さん吉村さんそういうことを言って、私たちの市民の税金をどん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 埋め立て事業や開発につぎ込んでいる。しかし1兆円もしくは彼らに言わせれば9300億円の投資があると言った、その投資を前提としているのか、本当に来るのかといえば答えることができないわけです。こんなバカな話があるのか。大体ですね、この計画をいつどう決めたかといえば、一番正しいものでもその計画案は2019年の12月に決定している。2019年の12月にまたカジノの募集要項も決めている。最初皆さん IR カジノ7つの事業者が大阪に来ると言っていましたよね。横浜手を挙げたらみんな1抜け2抜け、最後に MGM リゾーツが残りました。オリックスと一緒になってやると言っていた。ところが MGM リゾーツはこのコロナの危機で3兆円の赤字を抱え、昨年3月には1万8000人の従業員の首を切り、首が回らない。 CEO は昨年末、もう大阪には常駐する職員を6ヶ月だったか9ヶ月だから置いていない。カジノなんか来ないんですよ、 IR なんか来ないんですよ。それでも維新は私たち市民の税金を取り上げて大規模開発を進めようとしている。2025年馬場さんが言われたように、万博をするためには地下鉄を引かなくちゃいけない。その工事費200億円、これもカジノ事業者にやらせると言っていた。そのための環境アセスメントのお金もカジノ事業者が出すと言っていた。出さないから来ないから公安局が立て替えてこれやっているわけですよね。じゃあその金を最後誰が負担しますか。私たち市民になるわけです。皆さん、この維新の言う成長は市民の成長ではありません。大阪市役所で働いておられる方は実はよく知っていると思う。その問題を突き詰めていったら、 IR 推進局が最後に言った言葉は笑ってしまうけど、私たちは推進局なので、そういうことを答弁するわけですよね。あんた推進局だと言ったって大阪府市とも、それは大阪府の職員が市の会議席で言った言葉なんですけどね、あんたたちそんなこと言ったって全体が壊れているんだから、ストップしなければ大阪市民の税金、この広域行政一元化条例で全部持っていかれて、そしてペンペン草の生え残らないほど金の喫煙さえもできないような、そんな公共団体に陥れられてしまって、未来の大阪のデザインさえ作ることができないような状況になって、維新はごめんなさいと言って逃げればいいけれど、僕たちは大阪で暮らしているんだぞと、そういうふうに言うんですね。今日新聞で大阪の介護保険料また全国トップレベルほぼ1位、8000円以上値上げ160円、市民のためにあんた方何やってるんだと言わなくちゃいけない。本当にですね、今回の一元化条例、政党の自分たちの利害関係だけが公明党のこれに賛成をし、市民の預かり知らぬところで市民が決めるという、この地方自治の本質そのものを壊していくような維新のやり方は許してはいけない、そのように思います。馬場さん言われるように、大阪府市でこれからどういう機会になるでしょうか。規約を決めて、その事業内容を決めていくという、私たち83人の市会議員みんなに電話をして面談を何人かやって話を聞いてきました。自民党共産党共に入っておりました。そして、まあ、他の方にも聞くと、今回の条例は条例の文の中にですね、権限の異常ということが定めてあるのであって、あんまり金が動かないから、だから2000年度大阪府から大阪府に移った人をまた大阪府に移すというだけのことだから、それほど大きな問題ではないという向きの発言をされる議員さんもおられました。自分たちが決めるということを奪うということの重大さを分かっていない、そういう議員では困るわけですよね。やっぱり市民が声を上げて、大阪を自分たちで決める権利を持つということも、この問題に大きく関わっていると思います。また向こうで市民交流会のチラシと自分たちのチラシ配ってきます。頑張りましょう。
あとちょっと5分ぐらいアピールをして、合同でシュプレイコールやりたいと思います。それまでちょっと社民党の長崎さんの方からですね、最初にやっていただきましたけども、もう一度力強くアピールをお願いします。皆さんお疲れ様です。そして先ほどから通行しながら、これ何してるかなと思いながらチラシを取ってくださった皆さん、去年の11月に絶対にこれは大阪都構想、大阪市廃止をする、これ通ると言われていたことが奇跡のように逆転したのが去年の11月でした。そしてその11月逆転させた力は今日ここに集まったお一人お一人の市民の皆さんの中にあります。冒頭にも言いましたけど、この厳しい状況の中でも諦めていない、そして自分たちができることをすることで変わると信じている、そういう市民の人たちが本当に連絡を取り合って今回戦いました。私は生野区なんですけれども、私が生野区の中で配ったポスティングのところ、そこが被らないように長崎さんどこ配ってます、自分がじゃあここのところは配ります、ここのところはじゃあ平野区と隣接したところでやります、こんなことを誰に言われたわけでもなく、自分たちが考え、そして自分たちがこれ動かなかったら本当に大阪市のことが勝手に決められる、自分たちのことは自分たちで決めたい、自分たちの暮らしは、自分たちの福祉は自分たちが作っていくんだ、そんな思いを持った市民の方々が私は動いたことが今回必ず次につながる希望だというふうに思いながら今日この場にやってきました。そして公務員の皆さん、公僕としての誇りをぜひ持ってください。私は長い間障害を持つ子どもたちが地域で暮らしていくための活動、保育士をしながら取り組んできました。在日の子どもたちが一緒に生きていける、今朝鮮学校に対しての大阪市も含めての差別を行っていることに声を上げてきました。その中でこの公務員として、このただの決まりから言えばこれがこの困っている現場を救えないけど、何とかして抜け道はないのか、何とかして現場で困っている人たちの声を救えないか、そう思って苦悩しながら私たちのために戦ってきてくれたいわゆる公務員、本当の意味で市民の声を聞く公務員の方々と私は出会ってきました。これが維新の会ができて、いわゆる上に従うこと、忖度をすること、それが強くなった中で、今回でもどうでしたか、大阪市のこの大阪市のこの去年の住民投票の前で正しいシミュレーション、このままいけば大阪市に大きな負担がかかると財政局が出したデータ、これ正しいデータであるにもかかわらず、これを出したことについて松井市長がこれに対してこれ処罰をしました。市民のために声を上げる、現場でこのままだったら公務員として本当に人を救えない、そう思ってきた人たちと、戦ってきた人たちと支え合いながら、本当の民主主義、自治は作られるものです。維新がやっているのは自治ではありません、政治の私物化です。これに対して今市民の皆さんが声を上げています。議会の中で公明党の皆さん覚えてください、戦争に向かうときにナチスドイツのこれが通るときにハンナ・アーレントが言った煩悩の凡庸の悪ということがありました。一人一人は誠実であり、一人一人は善良であったとしても、いわゆるナチスとして人を殺していく、それを公務員として従っていく、こうしたことをするような形で公明党の方々が5年前の住民投票の時にははっきりとこの住民投票の中でのこの維新のやり方に対しておかしいと言っていた、その気持ちをどうぞ持ち続けてください。そしてここに集まった市民は数の力でその市議会で通ったとしても、これに対して諦めない、61万ものビラを自分たちのお金で集め、そして誰に言われなくても深夜遅くまでチラシをポスティングし、公明党の事務所に電話をかけ続けた、そんな市民の力がこれからもあることを皆さん一緒に信じて頑張っていきましょう。皆さん、長時間1時間どうもありがとうございました。これから2時からですね、今回が始まる、いろいろ打ち合わせであって遅れるかもわかりませんけれども、10時半
今から交渉の点検をするはずです。これからリモートの映像の流れを聞いて声を上げるテレビコールをしたいと思います。山田さんので中之島公園をご通行中の皆さん、そして大阪市役所で働いておられる皆さん、私たち今日多くの市民団体たちですけれども集まって大阪市の本会議、これでですね、広域行政一元化条例、これを議決することは許さないぞと、廃案にしろと、それを訴えて1時間アピール行動をさせていただきました。最後にシュプレコールをして終わりたいと思います。シュプレコール、シュプレコール、広域行政一元化条例は廃案、